おはようございます。リンナマンです。2500名が参加するオンラインスクールの運営、経営コンサル、エステ、美容室など13の事業を展開しています。このラジオでは1年後の未来がより良くなるライハックな人生術を本音で短くお届けしています。最近ですね、僕は「広角機動隊」というアニメを見ております。1995年に始まった、ね、アニメなんですが、 これがまたすごくてですね、とても30年前に始まったアニメに見えないんでしょうね、まあ、電脳って言って、ちょうど首の後ろにね、コネクターみたいのがついていて、まあ、ケーブルでつなぐと、その人の考え方にアクセスしたり、考え方をダウンロードしたりすることができると。 まあ、成功っていうのは考え方がすごく大事なので、合、ま、格、あ、機動隊を見てると、こんな機能があったらみんな成功しちゃうんだろうなと思います、まあ。逆に言えば、こんな気持ちでね、人の考え方や判断基準を学んでいったら、誰もが同じ結果になっていくっていうことをなんか描写してるアニメじゃないかなと思うんです。うんまあ、ぜひ興味がある人はネットフリックスで会ってますんでね、映像も素晴らしいんで見てみてください。えー、今日のテーマは、学んでも人生なんか変わんねえよって話をしてみたいと思います。 結論、学ぶだけじゃダメなので、具体的に何をすればいいのか、人生が変わるのかを今日はお話していきたいと思います。まあ、えー、こういうラジオを聴いていただいている方はね、きっとね、セミナーに行くのが好きだって方も多いと思うし、あと本をたくさん買われてね、読みあさってる方もいるのかもしれません。そして YouTube とかボ o シー y とかを聞きまくってる、こういったスタンド FM も聞きまくってる人いるんじゃないでしょうか。 いやこれはもう学ばないよりも学んだ方がもう100倍素晴らしいことなんですが学ぶだけじゃダメなんですよねなんかその学んでる人が本当にうまくいっているのか結果が出てるのかって観点で見た時にあまりその学んでる量と結果が比例してない気がするんですそうですね例えば皆さん音楽学校を卒業したすごいミュージシャンって誰かいますかね まあ、全然いないってわけじゃないと思いますがほとんどいませんよねだいたいすごいミュージシャンって自分で対バンしたりストリートでなんか積み上げていったり要は人から与えられた環境じゃなく自分で何か考えて切り開いてきた人だと思うんです学校に行った方がコード進行とか楽器の使い方とか歌の作り方は学べるはずなんですよね だけど、自分で何か切り開いてきた人たち、例えばそのライブハウスに頭を下げてチケットを置いてもらったりとか、えー、その出演するために交渉したりとか、どうやら技術,技,術技術だけではなくね、そういった能力がものすごく結果に問われてる気がするんです。だから、学ぶだけでは難しいと思うんですよね。じゃあ、何をすればいいのかです。それは、学ぶんじゃないんですよね。学ぶではなく、研究していくんです。 まあ研究のイメージってさなんか試験管の中にこう入れてずっと白衣を着てやってる、まあ、まさにあれですよね何か自分の中で答えが出たにもかかわらずいや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 まだまだっていう感じで深掘りしてるイメージがありませんか、まあ、まさに研究してる人が結果を出しているしあと人に話を聞きに行ってるだけじゃないですよねその聞いた話を聞くんじゃなくて盗んでるっていう感覚が多いですかねそして ただ受信して何か学んだりするだけではなくそれをもうすぐ発信して自分のコンテンツにしてるまあそんな人たちが結局結果を出してる人たちだと思うんですいやー結局ねそこの違いなんですよねうんだから学ぶんじゃなく研究するっていうのは、まあ、あるものを見たらわかるんだけどまあ例えば僕にこう教えを恋に来た人が教えますよねその時にもうその子ね目が尋常じゃないんです盗みに来てる子っていうのはもう目が血走ってますから だってもう自分がなりたいものが明確でそれを取りに来てるわけですよまあ、どれぐらいの気持ちかっていうと、えー、例えば自分の大切なまあ、彼氏彼女自分の子供が死にそうになってるとで病院を探しますよねでもどこ行っても門前払いでうちじゃ見れないって言った時にもう目尋常じゃなくないですか え、じゃあどこ行ったらいいんだろうとか、もう電話しまくったり、もう恥ずかしいとか関係ないですよね。まあ、それぐらいの気持ちで、子供を助けたいぐらいの気持ちで何かを探求してる。探求っていい言葉だよね。探す、求めるっていう、もうまさにその探求してる。いや、もうなんか、ね、学びに来てる人っていうのはなんか目が、なんかね、死んでるとまで言わないけど、盗みに来てる目じゃないんですよね。勉強してますみたいな。なんかオーディエンスですよね。まあ、観客みたいな。 目で来てるまあなんかその目を見てるだけでその子の伸びしろっていうのが見えてくると思うんです。まあセミナーでも目,を目がね本当に死んでるというかぼーっとしてる人なんかただ勉強しに来たんだなっていうでももうこれを実行して絶対自分がなりたい未来に結びつけていくぞっていうテンションの人だけが結果が出ているような気がします。じゃあねどうやって人の話を聞いたり学んだりするのがいいのかっていう話を最後にしたいんですが明日その話。 自分が話せるようにする。それぐらいのテンションで学べばいいんですよ。ただ勉強するんじゃなくて。うん。これってね、自分が理解しないと人に話すことができませんよね。別に記憶のテストをしてるわけじゃなくて、自分が使えるようにしていかなきゃいけない。学びオタクなんか意味がないんです。学びオタクじゃなく、スキルオタクになっていく。 自分の明日できるようにしていくっていうそのスキルに変えていくっていうテンションが結果を出していくために重要だと思いますぜひ皆さん学ぶじゃなく研究していきましょう1日30円で学べるオンラインスクールライフハック研究所1年後の未来をより良くするための学びコンテンツが200本以上上がっていますぜひこちらもご活用くださいそれでは今日も素敵な一日をリンダマンでしたまったねー